はい、皆さんどうも、ラスです。今回はですね、私がいつもね、動画編集の時に使っている、今画面に出ているですね、動画編集のアプリ、ブリューというアプリですね、無料で使えるんですけれども、これめちゃくちゃ優秀でですね、動画撮ったやつのですね、このテロップとか、あとカット編集っていうのが、もうね、ある程度このアプリケーションで自動でね、やってくれるので、今回ね、このブリューのめちゃくちゃいいところをですね、ご紹介できればと思いまして、やっていきたいと思います。私のチャンネルではですね、こういったパソコン関係の役に立つ動画を日々シェアしていっておりますので、よかったらですね、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ってことで、やっていきたいと思います。今回ですね、ブリューは、Windows 10、で、ご紹介していきたいと思います。ブリューの、iPad 版もね、使ったことあるんですけれども、今回ね、Windows 10版ご紹介していきたいと思います。気になった方はですね、iPad の方も無料で使えますので、やってみていただければと思います。ブリューは最初ダウンロードしてきてですね、インストールすると、まあ、こんな感じでね、立ち上がるので、最初はですね、メールアドレスで、無料ね、登録することができるので、これだけね、やっておく必要があります。まずはですね、会員登録から、メールアドレスとね、パスワードなどを入力して会員登録をね、済ましていきましょう。最初ね、ログインしますと、こういうホーム画面に来るんですけれども、これはデモの動画なので、まあね、ちょっとこのおばちゃんが映っているんですけれども、自分のね、動画でですね、今回説明をしていきたいと思います。皆さんの場合ですと、何かね、スマホとかパソコンでね、動画を撮りますよね。で、動画を撮ったらですね、最初このね、ブリューで編集をしていくという過程に移るんですけれども、このホームからですね、新しい動画で始めるっていうのを、押してみてください。で、そうすると、ファイル選択の、ウィンドウが立ち上がるので、今回ですね、私がいくつか撮っているビデオの中で、まだね、未編集のやつ、撮ったばかりの動画をですね、指定してみたいと思います。で、選択して開くをね、押してみてください。そうするとですね、音声認識する言語の設定、まあ、これね、ちょっと後で説明するんですけれども、日本語ね、選択してください。で、これで、確認をね、押していきます。そうすると、音声ね、分析してますという風に出てくるので、これね、しばらく待つ必要があります。これはね、ちょっとパソコンのスペックにもよるかもしれないんですけれども、時間がかかるので、このままね、待っていきたいと思います。動画の読み込みが終わりました。読み込みが終わるとですね、こんな感じで自分の動画がですね、左側に出るのと、右側見るとこのテキストで、はい、皆さんどうも、ラスです。今回はですね、パソコンをあんまりね、詳しく知らないって方向けにね、みたいなのがあると思うんですけれども、これはですね、このブリューというソフトが、自分のね、声を勝手に解析してですね、この文字をね、起こしてくれてるんですね。なんで、これがね、すごい非常に便利で、で、しかもですね、こうやってね、クリックするとですね、左側にちゃんとね、こうやってテロップがね、動画についてくるんですよね。ブリューのね、まずいいところなんですけれども、こうやってね、作った動画のですね、字幕起こしをですね、勝手にやってくれるんですよね。っていうのがすごいね、非常に便利です。ただ、自分のね、思う通りになっていないところがあるので、それはね、この後手でね、ちょこちょこと修正していく必要があります。まあ、正直な感想を言うと、結構ね、修正は加えていく必要あるんですけれども、動画編集とかやってる方だとわかると思うんですけども、このテロップをですね、何もないところから全部ね、一つ一つ起こすのって、もうとてつもないめんどくさい作業なんですけれども、このブリューは、その手間暇がね、すごいね、省略してくれるので、本当にありがたいソフトですね。っていうので、自分はね、これすごい活用しているという感じです。まずですね、字幕編集の、やり方やっていきましょうかね。この書式っていうところをクリックするとですね、いろいろ、選択を変更することができます。今ですね、僕、原神ゴシックっていうフォントをね、選んでここに表示させてるんですけれども、ここを選ぶとですね、いろいろフォントをですね、変更することができます。なんで、自分のね、好きなフォントを、入れといてですね、ここで適用することもできるので、こんな感じで、ちょっとね、なんかポップ風にしたいときは、この、自分はね、ラノベポップっていうフォントを入れてたり、最近はね、この原神ゴシックってやつを入れてて、まあ、これのね、当時にして、文字をね、見やすくしたりとかしてますね。
なので、フォントをね、まずここで設定することができます。で、文字の大きさに関してはここで、編集することができまして、ここでね、フォントの大きさですね。これで50だと結構ね、小さいんですけれども、最大ね、300とか、めちゃくちゃね、大きくすることはできるんですけれども、こんな感じでまず、フォントと、文字の大きさ変更することができて、フォントの色はですね、こちらで、変更することができます。こんな感じでですね、好きな色を選ぶことができます。動画の背景によってね、いろいろ色を調整した方がいいかもしれないですね。で、あと使うところとしたら、この輪郭の色とかですかね、この文字の外枠の色ですね。これを、まあ、黒にしたりとか、青にしたりとかね、赤にしたりとかもできますね。まあ、こんな感じで輪郭のね、色をですね、選択することができます。こんな感じですね。で、輪郭のね、太さも、ここで変更することができるので、こんな感じで、気に入った感じの設定にしてみていただければと思います。で、文字のね、これ今中央揃えなんですけれども、左に揃えたり、右に揃えたり、中央にね、揃えたりすることができます。で、こっちはね、文字の高さですね。高さを、上にするのか、真ん中にするのかとか、下にするのか。動画の一般的なやつだと、中央揃えの下揃えかな。で、下のね、中央に、字幕を持ってくることが多いかなと思うので、自分はね、こんな感じの設定にしてますね。書式設定はこんな感じでやってみていただければと思います。でですね、右側の画面の編集の仕方なんですけれども、まずですね、この1,2,3,4,5,6,7 っていうのは、ある程度ね、適当に区切ってくれてるんですね。この、動画の喋ってる区間をですね、適当にブリューが区切ってくれてるので、まあ、こんな感じでね、それぞれ編集していくことができるようになってます。ではですね、2番のところを見ていただくと、この動画編集っていう行と、字幕修正っていう行があるんですけれども、この動画編集ってところは、この動画自体の部分ですね。動画自体の中で、このはい、皆さんどうもラスですって言ってるような部分のことですね。なので動画自体を削るときはですね、この動画編集の行のこの入ってところを削ると、例えばどうなるかっていうとですね、今、これをですね、流すと、はい、皆さんどうもラスです、こんな感じになるんですね。はい、皆さんどうもラスです、はい、皆さんどうもラスですって言ってるんですけれども、はい、皆さんどうもラスです、ここをですね、メモ帳のなんか使い方と同じようなイメージで、入ってとこの後ろにカーソルを持ってきてですね、ここで、バックスペースキーとか押すと、この入っていうのがですね、消えるんですね。それでやるとどうなるかっていうと、皆さんどうもラスです。皆さんどうもラスですってなって、入っていう動画の部分を削るっていうような動きになります。めちゃくちゃ便利だと思いませんかね。な感じで、元に戻したいときは、コントロール Z。押すと、こんな感じでね、戻るようになってます。この動画編集のところは、このね、喋ってる部分、をですね、調整することが、できるようになってます。で、字幕修正のところは、これはですね、喋ってる部分と、字幕の部分は別々になってると考えていただければ、大丈夫かなと思います。なんで、この部分を編集すると、この左側の、字幕も変わってくるという感じで、ここはですね、音声と合わせたくない時に字幕だけね、変更するってこともできますし、このブリューが解析したですね、字幕のところが間違ってる時があるので、そこはですね、自分でこうやって打ち込んで、やっていくという感じで、やるのがいいかなという感じですね。なのでこれ順番に見ていってですね、動画を切りたい部分を削ったりですね、あと字幕を修正したいところを修正したりということができるようになってますので、皆さんね、やってみていただければと思います。キーボードを使った操作なんですけれども、キーボードを使ってですね、この動画を流してですね、確認する必要があると思うので、そのね、やり方をご紹介していきます。まずですね、この動画編集ってところを、クリックしてですね、この2番のセクションだけを流したいときは、タブキーを押すと、一回ね、音声がここで流れるようになってます。タブキーを押してみましょう。はい、皆さんどうもラスです。って感じで一回ね、この2番の部分の音声が流れます。もう一回タブを押すとですね、はい、皆さんもう一回流れるようになってますね。で、カーソルキーがあるところから、スペースキーを押すとですね、こっから動画が、後ろまでね、再生されるという感じになります。やってみましょう。スペースキーを押してみます。はい、皆さんどうもラスです。知らないって方向けにね、
って感じで、もう一回スペースを押すと止まるようになってます。再生したいところに生かしたいときは、このね、マウスの左クリックで、こうやって持っていくことが、できますので、皆さんね、この操作の方法を覚えておいていただければと思います。で、他はですね、例えばこういう、点々ってあるところは、このハテナのところとかは、音声としてね、認識されてない区間なので、無言の部分とか、自分が動画を、撮影する前の部分ですかね。なんで、こういうところはいらないんで、こうやってね、カーソルで選んで、バックスペースキーとか、デリートキー、テキストね、編集する感じで削っていくことができるようになってます。なんで、こうやってね、無言部分を削って、ここからね、もう始めさせるってことができるようになってます。この一番のセクションはですね、無言の部分なんで、これごと丸ごと消したいときはですね、この背景のところをですね、一回クリックして、で、一番のところを選択したときに、こうやってね、全体が色づくときがあるので、このときにですね、バックスペースキーを押すと、この一番のね、セクション自体が全部消えるようになりますので、覚えていただけるといいかなと思います。一回この背景ところをクリックして、で、この枠のところね、セクションの枠のところをクリックして、バックスペースキーを押すと、このセクションごと消えるので、覚えておいていただければいいかなと思います。これ結構ね、使うかなと思います。あとはですね、この2番と3番のセクションをつなげたい場合ですね、この、はい、皆さんどうも、ラスです。今回はですね、ってところをつなげたいときは、まずですね、この3番のところの、一番前方にですね、カーソルを持っていて、ここでバックスペースキーを押すと、さっきのね、2と3のところがつながって、はい、皆さんどうも、ラスです。今回はですね、という感じでつながるようになります。字幕の方もですね、連結されているのがわかるかなと思います。逆に、分割したいときですね、さっきのように、はい、皆さんどうも、ラスです。今回はですね、で、分割したいときは、分割したいところに、カーソルね、マウスで、左クリックで持っていって、ここでですね、エンターキーを押すと、こんな感じでセクションがね、2と3で分割されるようになりますので、覚えておいていただければいいかなと思います。これもね、テキスト編集のイメージと同じような感じで使えるので、セクションをつなげたいときは、このつなげるところをですね、前方に持っていって、ここでバックスペースを押すと。で、分割するときは、分割したいところにカーソルを持っていって、エンターキーを押すと。そうすると、開業のイメージですね。開業が入って、セクションがね、2と3で分かれるというような感じですね。まあ、結構ね、本当に簡単にできているので、皆さんもね、一回やってみるとすぐ慣れるかなと思いますので、ぜひね、やってみていただければと思います。あと、超便利なですね。この、例えば、自分がね、喋ってない区間ってカット編集とかするじゃないですか。例えば、私は、とか、今度、とか、結構、この、視聴者さんからするとあんまりね、いらない部分なんで削ったりすると思うんですけれども、実はですね、それを勝手にですね、このブリューはやってくれる機能がありまして、それをご紹介していこうと思うんですけれども、この編集ってところを押すとですね、無音区間は短縮っていうのがあるんですね。なんで、これをね、ちょっと試してみたいと思います。例えば、この、セクションですね、これちょっとね、最初聞いてみていただけますでしょうか。でですね、これはですね、と思います。でですね、これはですね、っていう感じで、ちょっと詰まってるところがね、実はあるんですよね。このハテナの部分。これをね、自動でカットすることが、できるようになってますね。なんで、無音区間を、短縮っていうやつを押してですね、で、無音区間の長さを、簡単に調節できますと。でですね、音声の、未認識区間もですね、含めて調整するっていうのを押すと、この点々の部分と、あとね、ハテナの部分、とか言ってるところですね、全部ね、カットしてくれることができるようになってます。で、これですね、合計 61.87 秒ですね、とか言ってたり、なんか喋ってなかったりね、する部分がある。こんな感じで、例えばですね、0秒に短縮するという感じで、これですね、調整を押すと、全部ね、消してくれるんですね。これで一回ね、再生してみたいと思います。どんな感じか、比べてみたいと思います。でですね、これはですね、ってなるんですね。さっきと比べてめちゃくちゃね、なんかスムーズになってないですか？と思います。でですね、なんかこう、言葉とね、言葉の間をすごいね、滑らかに調整してくれるんですね。めちゃくちゃ便利です。戻したいときはですね、この復元っていうのを押すと、このね、今選択しているところを、復元することが、できますので、ちょっとね、気に入らないときはこの復元っていうのを押すといいかなと思います。と思います。
でですね、これはですね、最初はこんなんだったのが、これね、押すと、と思います。でですね、これはですね、こんな感じに、ものすごいね、滑らかな感じに調整してくれると。まあ、本来はね、これを自分でね、ちまちまカット編集っていうのを別途ね、やっていって、調整するんですけれども、自動でね、やってくれる機能がこの無音区間を短縮というものになりますので、皆さんぜひ使ってみていただければと思います。自分はですね、ほぼこの無音区間の短縮と、あと字幕編集ですね。まあ、それだけやって、あとはね、動画を出力するという感じで、仕上げていっておりますので、まあ、本当にね、簡単にこれをやって、YouTube とかにね、動画を投稿することができるので、このソフトがあって本当に助かってるという感じですね。完成した動画はこんな感じでですね、再生してみると、はい、どうもラスです。今回はですね、パソコンをまだ買ったことないとか、やったことない、触ったことない人向けにですね、ちょっとパソコンってっていう感じで、すごいね、滑らかな動画になっているのがわかるかなと思います。字幕もね、いい感じでなっているかなと思います。この字幕をつけた状態で、動画をね、出力することができるんですけれども、このファイルっていうのを押してですね、動画をエクスポートというのを、やってみてください。そして、全体クリップで、まあ、解像度とか画質とか、ハードウェア加速っていうのは多分ね、そのままで大丈夫かなと思います。で、エクスポートっていうのを押すとですね、こんな感じで、エクスポートするファイル名とかね、出力先の情報が出てくるので、これでね、保存を押すと、ファイルね、保存してくれるので、これで、その後 YouTube に投稿するか、あとはですね、別の動画編集ソフトとかで音楽とかをね、つけたりして、最終的にね、やるのがいいかなと思います。僕はね、これで、ブリューで編集して、最後ね、音楽とかをつけてから、YouTube にね、投稿するっていうような流れでやってます。これを使ってから、動画のね、こう負担っていうのがすごい減ったので、このブリューというソフトに助けられているという感じですね。あとはですね、この字幕編集とかしている、ファイルがですね、プロジェクトファイルというので保存されてますので、一回ね、編集してまた次の日に編集したい時とかは、この一旦ね、プロジェクトを保存っていうのをやっておくのが、おすすめですね。またそのプロジェクトファイルを開いて、次のところから、編集ねしていくということができるようになってますので、プロジェクトファイルもね、ちゃんと保存するのを忘れないようにしてください。他におすすめなのが、他の形式でエクスポートっていうのがあって、字幕ファイルとかもね、出力することができるので、もしね、この使う方おられましたらですね、この字幕ファイルっていうのを、出力するのもできるようになってますので、覚えておいていただけるといいかなと思います。あとはですね、複数の動画を、追加したい場合は、この動画をね、追加するってなると、この動画の後ろにですね、また新しい動画をね、追加することもできるので、これもね、知っておいていただけるといいかなと思います。人によってはですね、4つ、5つとか動画あると思いますので、その時はね、動画をどんどん追加していくこともできるようになってますので、覚えておいていただければいいかなと思います。はい、ってことでですね、今回はこの動画編集のですね、カット編集、字幕テロップ、入れるので、ね、自動でやってくれるこのブリューっていうソフトをですね、簡単にご紹介させていただきました。今回の動画がですね、もしいいなとか役に立ったと思ったら、いいね、高評価いただけると、今後の励みにつながりますので、よろしくお願いします。今後もですね、こういったパソコン関係の役に立つ動画をシェアしていきますので、よかったら皆さんチャンネル登録もよろしくお願いいたします。他にもわからないところとか、こういったところがね、知りたいんだけどっていうことがありましたらですね、コメント欄にもいろいろご意見、ご感想いただけると、参考にね、させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ってことで今回はこのあたりで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。バイバイ。